どうも、エルザです。それではファイアーエムブレムやっていきたいと思います。霧が出てきましたな。これでは進軍もままなりません。まあどの道霧が晴れるまでは動けんのです。気長に待つとしましょうよ。ギルベルト殿、いやギュスタブ殿、この機に話しておきたいことが。ダスカーの悲劇と呼ばれたあの事件、あのことで腑に落ちぬことがありまして。お聞きしましょう。私もあの日ダスカーでせがれを失った身、あの事件については手を尽くして調べた。驚いたのですが、パトリシア様の馬車には争ったような形跡すらなかったとか。はい。瀕死の重傷で済んだ殿下を除いて他の者は全員その場で惨殺されていたというのに、陛下の御妻であるパトリシア様のご遺体だけが見つからなかったんですよね。連れ去られたということでしょう。争った跡がなかったのは脅されたからで。なぜ連れ去る必要があったんです？殺してしまえば済む話ではありませんか？外交上利用価値があったのでは？これまでパトリシア様の存在が外交の場で利用されたことはありましたか？いいえ、私の知る限りでは。ならば帝国内の清掃に利用されたのでは？実の娘が皇帝となった今、その存在を隠す必要がどこにあるんです？それは帝国に戻られてから亡くなられたとか。ギュスタブ殿、もしパトリシア様があの事件の根幹に関わっているとすれば。ロドリグ殿、あのお方への侮辱はいくらあなたとて許されることではない。いえ、何もあの方が裏で糸を引き陛下を謀殺したとまで言うつもりはありません。ですがギュスタブ殿、私にはあの事件が何か大きな陰謀の一端であるような、何かきな臭さのようなものを感じてならんのですよ。失礼します。ロドリグ様、ギルベルト様、すぐにこちらへ。これは随分とむごい殺し方をする。レスターの名手に派遣した騎士の一人だな。いつどこで見つかった？はっ、先ほど紹介に出た兵士が近くの岩場で発見したそうです。おそらくは同盟の者が打ち捨てていったものかと。我々と共闘する気はないという同盟側の意思表示でしょうか。さて、同盟諸侯の思惑も様々ですし、誰の仕業やら何とも判断しがたいですな。事の真相は分かりませんが、いずれにせよ派遣した他の騎士も無事ではありますまい。これで同盟との連合は難しくなったと考えるべきでしょう。カロン伯から助力を得られたとはいえ、厳しい状況になりましたね。同盟の助けなど花から期待していなかった。立ちふさがる者はまとめて引き潰すまでだ。ミリーさん、さあ村娘が何かと動き始めるような感じですね。まあ、あとはディミトリの親父さんの話もちょこちょこ出てますが、その気になること多いけど、どっちかっていうとあれかな、ディミトリとエーデルガルドの関係性を描いた感じになるのかな、このクラスはね。それではやっていきましょう。グロンダーズの会議、回戦か、それぞれの思惑を胸に5年前の旧長3人が一度に合わそうとしていた。かつて十字地戦、行われたグロンダーズの矢で帝国軍、王国軍、同盟軍による三つどもえ戦が始まるということで、グロンダーズの回戦やっていきたいなと思います。ミルディン大橋を発した王国軍は帝都アンバルを目指して南進。その後方より同盟軍も帝国領内に向け進発。一方帝国軍はすでにメリセウス要塞から迎撃軍を出陣させていた。
かつて呪事使戦が行われた平原で三勢力が一堂に会し、後世にグロンダーズの海戦と呼ばれる戦いが幕を開けようとしていた。グロンダーズの海戦、さあやっていきますか。ディミトリはやっぱ抜けない。ってなると、ニジタップの特にはいいかな。まあハードだね。よし、セーブしておいてやっていきますか。まあ同盟軍と帝国軍って感じか。すべての敵将の撃破、これ同盟軍もなのかな。貴様らの首を残らずねじ切り、死者への手向けとしよう。酒の代わりに血を浴びるとは、とんだ同窓会があったもんだな。まったく懐かしい顔ぶれね。残念だわ。殺し尽くしてやる。この戦いで ついに現れたか、エーデルガルト。貴様は俺の獲物だ。王国軍に俺たちと組む気はないらしいが、仕方ない。少し様子を見させてもらうか。2対1にするのは得策ではないわね。王国と同盟に連携させないためにも、敵も味方も分からぬほどの乱戦に持ち込んであげる。さあ早速やっていきましょう。右下同盟軍いるんだよな。ここで多分生徒がだいぶ減るんじゃないかな、各クラスのね。ここで仲間にしとくとやっぱ違うんだろうね。まあ帝国兵の方からちょっと攻めていきますか。動き方がちょっと分かんないから何とも言えないんだけどね。さあ騎馬隊が来た。弓兵動く。当たったか。まあディミトリのことを考えると騎馬隊潰さんとね。さあ同盟はまだ動かない。一旦仕掛けて様子見てみようか。今のところは問題なし。お、仕掛けたね。さあ同盟軍が動く。ああ動き出したね。勇者の弓ゲット。
ディミトリーはまあ大丈夫か。おお、ペトラだね。ペトラ動くか。さあ、おお、マジか。マジか、ヒルダが上から来るか。どうかな、ディミトリ、これ持たないでしょ。やっぱ下から来るよね。そう、ヒルダはここでは倒せないってことか。ほう。ヒルダ味方にしてたらどうなるんだろうね。さあ、どうかな、耐えれるかな。仕掛けてきておいて。さあ、クロド、マジか。76ね。まあ、弱点やからしゃあないっちゃしゃあないんだけど、ダメージ高かったな。さあ、仕切り直していきますか。マジか、意外と強かったな。どうかな、ヒルダがどうせ上から来るんでしょ。次ちょっと同盟軍狙い見てみるか。さあ、騎馬隊はすぐ来た。まあ、騎馬隊倒さないとダメか。ちょっと隠れてもらって、まあ、相手が来てくれる分にはね。で、これで移動したらどうなる？一番理想としては帝国軍と同盟軍が戦ってくれるとありがたい。どうかな。いや、これ仕掛け行くか。森で、あ、悩むな。こっちかな。さ、これで両軍動き始めてくれれば。いや、やっぱ遠距離してくるね。お、左動いたね。これで弓兵はちょっと邪魔なんで先に潰して、で攻撃アピールから一旦離れてだね。お、ヒューベルト。
を切らせてもらうぜ。よしよしよし、砕切ってくれれば。ああダメか、完全に弓に当たるかどうか運やな。さあ移動したところから始めようかね。同じ進め方はしたいなって感じだけど、騎馬隊誘い出して左回るのもありだね次はね。とりあえず帝国軍同盟軍が戦ってくれるのが一番理想ではある。待機でディミトリー動かして、そうだね、まあ銀鋼でも十分だと思うから、ちょっと剣変えておいて動き始めますか。そろそろ反撃食らわないように攻撃して、お必殺出たみたいだね。狙い通りに進められているね。さあ中央弓取った、一回離れて、おお右側行ったね。戻ったのが意外と良かったかもね。ああいいね、いい感じ。さあラファエルが動く、リシティアも動いてたね。経験値だけもらおう。あ、いい感じにやり合ってるね。徐々に帝国軍減らしていってる感じだね。さあこれがいつこっちに矛先が向くかなんだよな。おペトラめっちゃ避けるね。うん、じゃあこっちに矛先向かう前にディミトリちょっと動かして、でついでに主人公もヒューベルトが活かせるかな。
攻撃受けるとちょっとね、厄介っちゃ厄介だからね。おお、ペットラめっちゃ受けるね。あ、やっぱここで死ぬべきじゃないキャラは一応ああいう感じか。構わず殺してどうなるかっていう感じではあるんだけどね。ちょっとヒューベルト邪魔なんで。さあこれでちょっと楽になるかな。さあペガサスはまあ弓で反撃しやすいから、あーここで来る。タイミングきちいな。で、ディミトリがどうなる？おお、意外と下に行ったね。ちょっと、あ、若干ミスった気がするな。まあとりあえずディミトリ動かして、様子見ようか。さあ魔物とやり合い始めた。なぜか炎の中に突っ込んでくれてるね。そしたらラファエル、あ、やっぱイベントに関係あるなしなんだね。そうだ、やっぱ後で影響するキャラいるんだね、話的に。どうしよっかな。リシティアを狩らないで多分攻めてきてるからね。ああ、じゃあリシティアはここで終わりなんだ。はあ、まあ戦わない必要もあるんだろうけどね。これでやっぱ味方にしとかないとなかなか辛いところはあるね。仲間にしそびれたもんな、間に合わなかったもんな。まあ、やっぱここら辺がハードとかは効率よくしないとなかなか難しいね。さあなぜか攻めてきたな。
さあ結構攻めてくるね敵さんね。まあでもそこまで移動したら意外とリーデルガルドが動きはず始めそうだよね。なんかね、君邪魔だね。意外と壊せなかったか。さあ1枚剥いで、さあ魔物は倒したね。さあエーテルガルド動き始めたね。さあどうなるかな。あと2。さあエーデルガルドちょっと潰していきますか。回復してるか。移動してきてたらと思ったんだけどな、やっぱしてこないよね。まあもう一旦ちょっと耐えるか。エーデルガルドが動き出した。こっからやね。一発で仕留めれるかな。なかなかね、雷が厄介だった気がしてね。ってことはエーデルガルトだけ倒せばよかった感じか。それかクロードが引いたからうまいこと言ったのか。まあまあいずれにしてもグロンダーズ回戦クリアですね。いや大変やった。逃げるかエーデルガルト。殿下ご無事ですか。とにかく今はミルディン大橋へ退却を。あの女を仕留め損なった。俺は奴を追う。お前たちは戻っていろ。なりません。心中お察ししますが、今は帝国軍のご詰めが迫っているのです。そんなものは俺が全員叩き殺してやる。何百だろうと何千だろうとな。ん？お前は確か、なぜここに。ここは危険だ。下がれ。殿下。貴様は。
後ろに注意されたらどうです、殿下。ねえ、痛いですか？痛いでしょうね。でも兄さんはもっと許さない、絶対に許さない。ああ、そうか。お前はこのおぞましい化け物が、死ね、死んでしまえ。てか、やれ。受けるべき報いだった。戦場に罪も報いもありませんよ。死ぬな。父上も母上もグレンも皆俺を置いて死んでいった。ロドリグ、お前もあの亡霊の群れの中へ行くのか。お前も俺のせいで、俺が殺した。殿下、あなたは一つ思い違いをしている。誰もあなたのために死んだのではない。私は私の信念のために死ぬのです。あなたの命は他でもない、あなたのものだ。それはあなたの信念のためにお使いなさい。あなたは陛下に本当によく似ておられる。何を言っている、ランベール。俺はダスカーへ向かうと言った。お前が何と言おうが、その意志は変わらん。昔からお前は心配性だな。これまでもダスカーとは仲良くやってきただろう。ロドリグ、お前も分かっているはずだ。今回の会談がどれだけの重要性を持つか。それはそうだな。やはり国王であるお前自ら出向くなど。それに殿下はまだ幼い。もし万が一お前の身に何かあれば。たとえ万が一があっても大丈夫さ、ロドリグ。あいつは里い、たとえ俺がいなくともきっとまっとうに育つだろう。ランベール。だがもしいつかあいつが道を誤ったなら、その時はロドリグ、お前が。ランベール、俺はあの日の約束を。何の用だ。どこへ。お前には関係のない話だ。関係ある。邪魔だ、そこをどけ。テートに向かう。それが死者の望み。彼らは復讐を望むことさえできない。
生き残った者が彼らの意志を無念と憎悪と背負わねばならない。いつか言ったな、それが俺のなすべきことだと。そうとは限らない。まさか彼らのためにも前に進めなどとふざけたセリフを吐くつもりか。綺麗事だな。それは聖あるものの論理だ。無念の中で死んでいった者たちは誰もそんなことを望みはしない。なあ、教えてくれ先生、どうしたら彼らの嘆きは止む？どうしたら俺は彼らを救ってやれる？9年前のあの日から俺はずっと彼らに報いるためだけに生きてきた。士官学校での日々も全ては復讐を果たし、彼らの無念を晴らすためのものだった。生きている理由などそれしかなかった。自分を許してやればいい。自分の信念のために。俺の信念、ロドリグもそう言っていたな。だがそんな生き方が、本当にそんな生き方が許されるのか？人殺しの化け物になり下がった俺に、あの日生き残ってしまった俺にも、自分のために生きる権利があるのか？お前の手はこんなにも温かかったんだな。蒼月の章、盾ごとの説、王の凱旋。ロドリグの死を契機に復讐の念を断ち切ったディミトリは、ファーガス神聖王国の混乱を収めるため、王都フェルディアを奪還すべく動き出すのだった。グロンダーズでの勝利は我々にとって大きなものでした。ですがロドリグ殿の死はあまりにも手痛い。兵力や物資の損耗もかなりのものです。手荒れるところはいないか。悪いけど、少なくとも今のゴーティア家にこっちを手伝う余力はないと思いますよ。力になれず申し訳ありません。ガラテア家にもう少し蓄えがあれば。修道院の防備に回している兵を帝国侵攻に割く手もありますが、それでは。殿下、いけません。先日の傷がまだ。心配ない。それよりも少し構わないか？ありがとう。俺は皆に謝罪しに来た。今まで散々俺に付き合わせ迷惑をかけ、本当にすまなかった。いや、謝って済むことではないのも分かっている。ふん、親父殿の死の始末、お前はどうつけるつもりだ？フェリックス、お前には謝罪の言葉もない。ふん、空虚な言葉だな。分かっている。俺がいくら謝ろうとも、失われた命は
二度と戻らない。開いた穴は別のもので埋めるしかないように、過ちは正しい行いで償うしかない。だから俺は王都を取り戻したい。かつて俺が見捨てて逃げた民を救いたい。俺自身が正しいと思う行いをしたい。それだけが俺にできる食材だ。確かに王都の奪還が叶えば帝国との戦いを有利に進めることができるでしょう。長く王家に仕えてきた臣下としても、その選択は本当に喜ばしいものです。ですが王都に向かえば皇帝の首は遠のく。良いのですか？あなたは皇帝が憎いさ。あの惨劇を起こした人間を俺は決してたとえ死んでも許さない。だが俺の命は俺のものだ。誰のためでもない。俺の信念のためにある。もう死者の声に縛られるのはやめた。俺には俺のなすべきことが、いや俺には俺の命を懸けてでも成し遂げたいことがあるのだから。誰か依存のあるものは？依存はない。そうだな。我々とて帝国に無謀な戦いを挑み犬死にするわけにはいかない。ええ、レア様のことは心配だけれど、あなたがそう決めたのなら文句はないわ。俺は殿下の意志に従うまでです。どこまでもお供いたしましょう。僕は殿下にこの剣を捧げます。それが僕の務めですから。うん、私も賛成かな。やっぱり王都の人たちのこと放っておけないもの。では決定ですね。それでは改めて軍議を始めましょう。次なる目的地は王都フェルディア。必ずやファーガスに勝利を。さあディミトリが、ロドリグの死を勝手にして元通りになったという感じですね。まあ、ここからいろんな心境の変化とか動きが変わってくると思うんで、まあ、とりあえず次回楽しみにしたいなと思います。いやー大変やな。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。